このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドの絆あかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。第11話、英雄たちはゾルタンに集う、を見ましたので、振り返りレビューやっていきたいと思います。今回は、ケンジャーレス君が、めちゃくちゃ印象深かったわね。元は列島を追放したケンジャーレス君、武将髭を生やし、八代拓さんの共演もあって、めちゃくちゃ第一部ラスボスしてるケンジャーレス君。一体どうしてこうなったのやら。嫉妬心だよ。いやマジで、もともとアレス君は、没落した公爵の出で、割と重たいものを背負ってるはずなんだけど、そのためにルーキと結婚しようとしてるけど、勇者の加護を目的としてて、人間扱いしてなさそうなんだよ。残念でもなく当然。あと、賢者の加護には、承認欲求がめちゃくちゃ大きいというデメリットがあるんだけど、レッドとルーキが旅立った時のスピンオフで出てきた賢者のおばあちゃんは、割といい人だったのであんまり言い訳にはならないよ。加護に縛られてる人間という立ち位置なのよね。人ん家に入り込んで、スローライフに嫉妬心を抱えて、嫉妬を剥き出しにしてるところとか、嫉妬から来る狂気から、明らかにヤバい相手とわけわからん状況でパーティーを組むとかそういうことやっちゃうよ。そして、あの流れは原作に忠実という。本作が、なろう、で人気出た理由として、アレス君が第一部ラスボスとして、めちゃくちゃ良いキャラしてるからだからね。ちなみにレッドことギデオンは、割とアレス君のこと認めてたからな。ルーキを女の子扱いしてなかったのと、カゴに悪い意味で振り回されてるから、撃たなきゃいけない敵として、完全に敵対しちゃっただけで。切ないけど倒さなきゃね。アレス君についてきてるアルベールさんと、聖騎士テオドラさんも、いろいろと迷いが見えるね。いろいろ騒動を起こしたアルベールさんも、なんかイケレタイムが終わって落ち着いた雰囲気見せてるし。普通に殺されてもおかしくなかった中で、それでも生かされた理由とか、ルーキの勇者なりの葛藤とかも見ていろいろ悩んでる感じ。そして、聖騎士のテオドラさんも悩んでる感じ。やはりカバンちゃん、テオドラさんも、ルーキには勇者でいてほしい人。でもレッド、ギデオン、のことは、認めているので悩んでいる。悪い意味で迷っていな、イアレス君とは違うのね。そしてレッドの前に現れる武道家だなんと、アレス君の前に現れる武道家だなん。二人いる。来たるぞ。だなんは、一人でレッドを探して勇者パーティーを離脱したのだけど、その後に復活したデイモン、資産団とバトルになったんだよ。リットの師匠の仇。資産団は人間の体を食って、その人間になりすますことができる能力を持つ。そしてダナンと対マンして、右腕を食ったことで、変装できるようになったのだね。これがアレス君を誘導してるやつ。ちなみにうさんくさい冒険者のビューイも、実は資産団と同じ沖津和幸さんなので、あいつも資産団の別の姿だよ。資産団もまたラスボス。レッドと再会した方の死んだなん。右腕を失ったけれども、闘争心をむしろ高めて、資産団との再戦に挑む。ルーティもアレス君も加護に振り回されてるけど、ダナンは、むしろ、武道家の加護を楽しいと思ってるやつ。ここら辺のバランスはうまいよね。死んだなん自体は、レッドのことを認めているので脳筋だけど仲間思いのいいやつだよ。言えたじゃねえか。さらにレッドが追放刑された後に、飯作るやつがいなくなって、下世はそっち方面ダメなので、いろいろ大変だったとのこと。アレス君がやつれていたのは、食事が細かったから。死んだなんから資産団が生きていたことを教えられたレッドは、リットに資産団が生きていたことを伝える。今回はイチャイチャは抑える。今期交尾したら、無色転生のルディちゃんや、メガトン級武蔵のテル君みたいに悲しいことになるからね。まあリットとしても、師匠の仇が相手で怒る気持ちはあるけど、レッドたちと力を合わせるのには納得。しかしレッドや死んだなんか、超高速移動してるのを見ると、ナロー種は魔術師、賢者が多いというのも正直違和感がある。割とレッドさん、貧血系のナロー主だしね。
ともかくカゴを抑える薬が切れ始めているルーテの住む謎の SF 風遺跡にまでやってくるレッド。勇者管理局や長野カゴなど気になる伏線を貼っておく。カゴを抑える薬を無理やり作らされていたゴドウィンおじさん、小悪党のゴドウィンだけど、ルーテが脱獄させたことも咎めないレッド。なんだかんだで、レッドはシスコンだからね。でも近親相姦はしない。そのルーティも、だいぶ、瞳の感じが変わってきてるわね。勇者のカゴが、変質しかかって人間性を取り戻しかけているのが、よくわかる演出だね。ちなみにゴドウィンおじさん、原作既読者の評価は、割と高いと思います。原作既読者からの評価が、高い、無色転生のザノバくんかな。リットもティセも割と強いけど、ゴドウィンさんはガチ光栄なんだ。そしてキモい目玉を倒したら、キモくなったアレス君が当のおかしいことを言い出すよ。アレス君の頭のおかしさは原作準拠なんだよな。でもサンダーウェイカー抜きのレッドでは、アレス君には勝てない。そこから当たり前のように、ルーテに半殺しにされるアレス君。当たり前だよな。前回に比べると手加減してるが、もう勇者じゃなくなったので助けたくないアレス君は、そのまま放棄するよ。ルーティの声色も、アレス君とお兄ちゃんで違うのいいわね。ひーちゃんと魔界ナンバー2くらいのイメージ。ニクールで、割と綺麗にまとまった、くじけない人は、小さくても大きくても同じじゃないですか。完全にレッドとルーティから切り捨てられた強人アレス君。しかしアレス君の元に現れた竜衣こと資産団に踊らされて、最終決戦に挑む。残りには、10分いけるわね。今回はイチャイチャ成分が、どっか行ったけれども、その代わりアレス君の、嫉妬成分が強まってたね。これでも原作準拠だからね。個人的にはアレス君、あんま嫌いじゃないんですけどね。ただすごくボスキャラとしては、かなり良いヴィランしてるよ。カゴが、テーマの中で、カゴに操られてる枠なのもいいわね。アレス君が有能すぎて、後発の追放系が、後追いでまくったというのは事実だからね。もっと遡ると、盾の勇者のビッチもいるんだけどね。ビッチは良くも悪くもしつこいけど、アレス君はここで決着つけるのも、方向性の違いみたいなものもあるかも。追放系がマイナス言われるけど、味方を変えると序盤ボスとして、特徴的なフックになってるっていう側面もあるからね。やはり、レッドとルーティにとってアレス君はボス。ルーテを人間として救いたいレッドと、ルーテを勇者にしたいアレス君。果たしてどうなってしまうのか、そしてリットは、レッドと交尾できるのか。次回へ続く。